こちらの本編動画を始める前にですね、まずドリンクホルダーチェックから始めてみようと思います。ドライブのお供にですね、コーヒーを飲む方も多いと思いますので、ドリンクホルダーちゃんとあるのかというところをチェックしたいと思います。センターコンソールのこの後ろ側にはですね、ドリンクホルダーがあります。結構奥深いんですけれども、そうですね、ドリンク2つ入ります。ここ面白いんですけれども、なんとこのボックスにはですね、仕切りがこのようにですねついてます。なので、まあ、置き方によってはですね、自由自在に、まあ、紙コップなんかですね、そういったものを入れられると。こういうペットボトルだったら、まあ、3つ縦にですね、まあ、普通に入るかなと。フロントのドアにはですね、ドリンクホルダーがあります。ですがこういうドリンクはですね、ちょっともう入らないですね。ペットボトル用ですね。リアシートのドリンクホルダーチェックと行きたいところだったんですけれども、アームレストがないのでドリンクホルダーがないです。リアのドアにもですね、ドアポケットがないので、ペットボトルもこういうコーヒーも入れられないと。こうやって、まあ危ないですけど、こうやって持つか、もう後ろではちょっとドリンクは飲めないと、そういう感じですね。こちらの黄色いある車でですね、ドリンクホルダーチェックやってまいりました。で、結果はですね、フロントには合計で4つで、リアには0ということで、ドリンクホルダーは4つありました。こういうペットボトルだったらですね、まあ、5つぐらいは入ります。ただこのコーヒーカップはセンターコンソールですね、こちらに2つ、こういうですね、コーヒーを買った際にはですね、2人分ですね、こちらを楽しむことができます。この車一体どんな車なのか、本編動画も引き続きご覧ください。皆さんこんにちは、モーターマガジン編集部の河内です。本日はですね、ジープのアベンジャー、こちらをご紹介したいと思います。こちらのジープアベンジャーはですね、2024年の9月に日本に上陸しました。もう登場したばっかりの超ニューモデルですね。ジープ初の完全電気自動車、いわゆるバッテリー EV なんですね。ボディサイズはですね、全長が 4105mm、 全幅が 1775mm で、全高が 1595mm ということで、かなり小さいですよね。 B セグメントの SUV のサイズになります。まあ、日本車でいうとトヨタのヤリスクロスとか、それよりも小さいんですよ。それだけもう日本のサイズにぴったりな小さい SUV、 ジープでは最小の SUV になります。この迫力ってすごいですよね。やっぱりジープのですね、伝統のこのセブンスロットグリルがやっぱりこうガッとですね、迫力を引き立てていますよね。全幅 1775mm とは思えないぐらいですね、大きさを感じるのはやはりこのぶっといフェンダーですよね。で、この膨らみがあってですね、で、このホイールアーチも迫力があるというところはですね、もういかにもジープそのものですよね。デイライトはですね、ここ上が光っています。で、これウインカーもここ連動しているので、まあ、ウインカーとかハザードつけるとここが反転して光るようになります。ここですね、フォグライトになってるんですけれども、これコーナリングライトも、まあ、連動しているということで、ウインカーなんかつけたら夜間にこっちだけ光るとかですね、そういう風なシステムも搭載されています。ジープアベンジャーの萌えポイントその1、はい、こちらご覧ください。フロントの右側ですね、こちらにこれジープのですね、これまあ現代だとラングラーですけども、このジープの顔のですね、デザイン描かれてるんですね。こういうところちょっとグッと自分でも刺さっちゃいます。ホイールはですね、これ標準のですね、17インチのアルミホイールが装着されています。まあ、色自体はですね、シンプルなんですけれども、まあ、すごくジープのですね、この見た目に合ったシンプルなデザインになっています。デザインパックというですね、まあパッケージオプションですね、装着すればこれが18インチのかっこいいアルミホイールが装着することもできます。このアベンジャーというですね、ロゴここに配されています。で、横はですね、全高は 1595mm ということで、まあ、立体駐車場に入る大きさではないんですけれども、このルーフレールもあってですね、最低地上高も高く取られています。ジープというロゴも配されていたりとですね、結構腰高感があって、実際のサイズよりももっと大きい車乗ってる感じがします。ジープアベンジャーの萌えポイントその2、ルーフレール、右側のルーフレールの後ろにはですね、なんとご覧ください、テントウムシの加色がついてるんですね。
これ最初僕知らなくてちょっと汚れかなんかかと思ってこう取ろうとしたら、何これと思って見たらですね、テントウムシが描かれてるんですね。こういうデザインの遊び心はですね、もうなんかジップすげえなと思いました。こちら5ドアのハッチバックスタイルの SUV なんですけども、このドアのですね、ドアノブはリアドアここについてますね。こういうとこもスタイリッシュでかっこいいです。こちらここ開けると、はい、ここが充電するですね、給電口になってます。左側には AC200V の普通充電で、こちらですね、チャデモのですね、急速充電が対応しているということです。で、全長 4105mm、ホイールベースは 2560mm ということで、まあ、サイズに対してはですね、かなりホイールベースが長いです。これはですね、やはり電気自動車ということで、まあ、パッケージングに優れていますね。なので、まあ、タイヤをですね、外側に持っていけるということで、この荷室空間とかですね、中のインテリア、なかなか広そうなんじゃないかなというふうに想像できます。リアはですね、意外にも、まあ、オーソドックスというかですね、かなりシンプルな親しみやすいデザインになっています。まずここですね、はい、E と書かれています。まあ、電気自動車ということをこちらでですね、主張していますよね。で、後ろ側にはですね、アベンジャーと書かれていません。ですけども、こちらにジープとですね、まあ、デカデカといいエンブレムついてます。なので後ろから見たらもうジープだなと正真正銘わかります。このですね、リアコンビネーションランプは赤く光ると X というですね、まあ、ジープのですね、デザインアイコニックな部分ですね、こちらが主張されるようになります。電気自動車らしくですね、マフラーとかが見えなくて、もうつるっとしたとってもシンプルなデザインになっています。ジープアベンジャーの萌えポイントその3、こちらですね、フロントガラスの左側にはですね、誰かが望遠鏡でどこかを眺めているようなですね、イラストが描かれているんですね。こういう小さい遊び心がですね、ジープアベンジャーにはもう散りばめられてるんですね。こういうところもなんかさりげなくておしゃれでかっこいいですよね。日本に導入されたアベンジャーのパワートレインは一つのみですね、電気自動車になります。バッテリー容量はですね、 54kWh ということで、まあ、比較的コンパクトなサイズですね。最高出力が156馬力、最大トルクが 270Nm ということで、まあ、このサイズに対してはですね、かなり力強いパワーを発揮しています。ジープというとですね、まあ、4輪駆動をイメージされる方多いと思うんですけれども、こちらのモデルは2輪駆動、フロントモーターを駆動します。なので前輪駆動車ですね。日本ではですね、現状電気自動車だけなんですけれども、欧州地方ではですね、 1.2リッターの3気筒のエンジンがですね、搭載されているマイルドハイブリッド仕様なんかも用意されているということで、まあ、このフロント見ればですね、まあ、補給類とかの位置とか見ても、まあ、ガソリン車とですね、まあ、汎用性の高いですね、ユニットになっているなと、そういうふうに思います。トランクのハンドルはここにありますけれども、この車はですね、鍵を携帯しているとハンズフリーで開くパワーバックドアが標準で備わっています。これすごい高級装備ですよね。容量はですね、355リッターということでですね、まあ、このサイズのですね、コンパクト SUV となればですね、まあ、比較的、まあ、平均的な容量かなと思います。まあ、絶対値がですね、小さいので、まあ、横幅、まあ、奥行きですね、こちらは最小限にとどまっているかなというふうに思います。まあ、スーツケースだったら、まあ、大きいのだったら1個、まあ、小さい2、3泊ぐらいできる分の大きさだったら2つ入るかなと。段差結構低いですよね。で、ここ開けるとですね、なんとさらに下にアンダーボックスがあります。で、これいいなと思ったのが、この分厚いボードをですね、このように立てかけて置けるような、まあ、つまみですね、こういうのもついてます。この下はですね、まあ、そんなに分厚くはないんですけれども、まあ、充電ケーブルとかなんかを収納できるようなスペース確保されています。ジャッキとかですね、そういうのが入っている、ちっちゃいアンダーボックスも備わっているということでですね、結構日本車さながらのですね、使いやすいラゲッジルームになってます。これシートバッグですね、ここ倒せますので6対4の分割加灯式、まあ、かなりですね、オーソドックスな使い勝手にはなりますけれども、長尺物を積みたいときはですね、このようにリアシートを倒せばですね、まっすぐフラットに入れられます。このボードはですね、下に下げると、まあ、このように、なりますので、そうするとちょっと段差できますけれども、まあ、かなりですね、コンパクトカーとは言ってもですね、考えられた工夫されたラゲッジルームだと思います。ジープアベンジャーの萌えポイントその4、こちらですね、トランクルームの上にはですね、
このアベンジャーがですね、これまでのジープのアイデンティティをですね、どのように受け継いでいるかというアイコンが記されています。フロントマスクとかサイドシルエットとかですね、ジープの伝統がですね踏襲されてますよというところが描かれていると、こういうやっぱりですね、このちょっと憎いなと思うようなですね、こう細かいデザインはですね、やっぱいいなというふうに思いました。はい、それではアベンジャーのインテリアチェックしたいと思います。まずフロントシート乗り込みます。ドアの閉まり音めっちゃいいですね。ガチッと剛性感あります。はい、じゃあまずですね、早速スタートしてみたいと思います。で、これ電気自動車なのに、このボタンのところにはエンジンスタートストップって書いてあります。ちょっとここ面白いですね。はい、じゃあエンジンかけます。エンジンじゃない、はい、オープニングの音が流れました。始動してですね、まず目につくのはですね、このディスプレイですね。センターディスプレイは 10.25 インチ、そして運転席にあるこのメーターですね、こちらも 10.25 インチのフル液晶ディスプレイが採用されています。なので、こう大きい画面がですね2つここにくっついているので、かなり先進感高いです。インテリアはですね、基本的にはですね、ステランティスグループで、まあ、シャシーなんかを共用しているフィアットのセイチェント E という車、こちらと共有してますので、この辺のパーツはもうほとんど同じになります。ですけども、インテリアかなりですね、まあ、独自性が高いものに仕立て上げられています。まずここですね、このパネル、ここもですね、シルバーのですね加色がとってもいいですよね。このアベンジャーって書いてあるとこもいいです。ステアリングはですね専用のものになっていて、ホンガー巻きかっこいいですね。個人的にすごくいいなと思ったのは、このディスプレイがですね、最近大きくて全部タッチとか音声で操作してくださいっていう車増えてますけれども、ちゃんとこういうところに物理ボタンがですね多く残されているのは、とても親しみやすくていいなというふうに思いました。まあ、質感的な部分で見ればですね、この辺も全部こうソフトパッドといったものはこうどこにもないんですね。なので、ちょっとまあそこがですね、少し殺風景なところもなきにしもあらずかなというふうに思いますけれども、機能的なですねデザインとってもいいです。ここのアンダーボックスも超深いし、ドリンクホルダーも大きいし、このですね、アンダートレー、ここも広いですよね。物置たくさん充実しています。アベンジャーのフロントシートはですね、とっても掛け心地がいいです。で、まず運転席はですね、このパワーシートがついてます。ここランバーサポートもついてるんですけど、注目なのはこのランバーサポートを使ったマッサージ機能まで搭載されてるんですね。で、しかもこのフロントシート、リアシート合わせて、このアベンジャーですね、本革シートが標準で備わってると。もうなんか高級車顔負けの装備がですね、こんなにコンパクト、サイズの SUV についてるなんて驚きです。ドライビングポジションもとっても良くて、このチルトとテレスコもついてて、テレスコのこの調整幅も大きいので、これね、かなり運転姿勢ですね、適切なドライビングポジションが取れます。この運転席のですね 10.25 インチのディスプレイ、こちらちょっと見てみたいんですけれども、かなり大きいですよね。ですけども、表示はですね結構こう限られていて、すごく見やすくなってます。ここ画面いろいろ変えられるので、ちょっと見ていきたいんですけども、こう左ウインカーの先端にあるボタンを押すとですね、このように画面が変えられます。ナビゲーションシステムをオンにしているとですね、このように真ん中に大きなナビゲーションを表示することもできます。まあ、燃費とかですね、電費ですね、あとこのアクティブクルーズコントロール、こちらの動作状況ですね、こちらも確認することができますといったようにですね、まあ、デザイン的でもありながら、まあ、ちゃんとですねディスプレイを活用した先進的な表示方法、これもこだわっているというところもなんかいいなというふうに思いました。前輪駆動の電気自動車でもですね、セレクテレインモードといってですね、まあ、ドライブモードで、ね、エコ、ノーマル、スポーツ以外にですね、サンド、マット、スノーということでですね、まあ、悪路のですね走破性も考えられているところはやっぱりジープだなと。センターディスプレイの話をすると、ナビゲーションシステムが標準で備わっていると、これもですね、まあ、なかなか珍しいですね。最近ディスプレイオーディオが標準で、まあ、携帯接続しないとナビ使えないっていう車も増えてきましたから、そういう中で見ればですね、ちゃんとこのナビゲーションがついているというところは良心的だなというふうに思います。この操作感もですね、かなり操作しやすいですし、見やすいです。こう本当スマートフォンみたいにですね操作できるのってとってもいいなというふうに思いました。で、あとですね、さっきナビゲーションついてますと言いましたけれども、ちゃんとですねスマートフォンに接続すればですね、こうやって
Apple CarPlay とか Android Auto も使えるというところで、もう至れり尽くせり、超使い勝手いいなというふうに思いました。アベンジャーのリアシートはですね、まあさすがに広いとは言えないです。全長が 4105mm しかなくてですね、まあとってもですね SUV のかっこいいデザインなので、まあ致し方ないかなといった感じです。ですがまあ、フロントシートの前にですねつま先入ります。で拳は1個分ぐらいですかね。でこれ一応5人乗車なんですけども、まあ4人だったらなんとか座れるかなと思いますけど、この真ん中の人はですね、この足の運びもですねちょっとこうかなりしんどいかなと。でここも盛り上がってるので、なかなか5人で大人がですねゆったり座るということは厳しいかなと。まあリアシートはですね、まあ、2、3時間の移動が限界かなと、まあそういった印象です。ジープアベンジャーの萌えポイントその5、またですねこのジープのアイコニックデザインがこんなところにも隠されていました。これあのスピーカーのところですけども、これですね、このやっぱちょっともうしつこいかもしれないですけど、このさりげなさがですねすごいですよね。萌えポイントその6、ウインカーハザードの音ですね。ちょっと聞いてみましょう。どうですか、こうドラムをですね叩いてるようなですね、ちょっとファンキーな音がします。ここもですねちょっと遊び心があって面白いなと思いました。欧州地方でですね先に発売されたアベンジャーですが、もうすでに10万台も受注しているそうなんですね。まあこのですね仕上がり見ると売れる理由わかりますよね。で日本に入ってきたアベンジャーどうでしょうか。大きさもいいしね、でかっこいいし、で遊び心も満点で、でこれバッテリー EV ですけど500キロ近い航続距離もあります。ということでですね、ちょっと EV の概念が変わったかなと、なんかそんな印象です。もう積極的に選びたいと、そういうふうに思えるような電気自動車が誕生しました。これはですねもう河内おすすめの1台です。ということで本日はですねご視聴いただきありがとうございました。